押の八海の有池押しの八海とは、山梨県南鶴郡押野村にある八ヶ所の優先群。富士山の伏流水及び石子山から石割山にかけての山麓からの伏流水を水源とし、新富士火山の透水層の地下水及び小富士山の不桃水層部より、下方の透水層のうち水圧の高い地下水が湧き出したものとされている。押の八海からの湧水は、 山中湖を水源とする桂川と合流する。国指定の天然記念物、名水百選、県の新富学百景にも選定されている。2013年には、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部として、世界文化遺産に登録された。富士山と押しの八海及び甲子の子の位置関係、かつては押しの村域にあった押しの子が干上がって盆地になり、 富士山や近くの火山山陸の伏流水を水源とする流水の出口が池として残ったのがおしの八階である。平地となったこの一帯は米の産地となり、優先の水は飲料水や農業用水として活用された。八海の名は富士港の人々が富士登山の際に行った八つの優先を巡礼する八海巡りから来ており、富士港では おしの八戒のことを、元八戒、内八海、根元八海、富士八海などと呼んでいる。古くから富士修玄の霊場とされ、行者たちは富士東廃の前に池でみそぎを行ったとされるが、1843年に各池に守護神の八大龍王が祀られ、出口池を一番霊場、勝負池を八番霊場とする巡礼路が整備された。おしの八海は、 その得意な自然現象から訪れる観光客も多く、富士山周辺でも人気の観光地として知られる。周囲は観光用の商店や施設などが立ち並び観光地化が進んでいる。地元の旧家に残る古文書、宮下文書の伝説では、もともと当地一帯には、うつ子と呼ばれる巨大子があったが、800年から802年にかけて起こった。 富士山の延略噴火で流出した高丸美容岩によりうつ子が分断され、山中湖とおしの湖に分かれたと伝えられている。しかし、標高差の地形的観点及び山梨県環境科学研究所のボーリング調査により、うつ子の存在は否定されている。おしの富士おしの八海の観光家は、かやぶき屋根と富士山を背景とした田園風景を売り2960年から始まった。 1965年頃から観光地として注目されるようになり、1985年の名水百選選定で観光地化が進んだ。推しの八海地区からは見える富士を推しの富士と呼ぶ。冬季には池より朝霧が立ち込めることもある。最も深い誘致を中心にしてのつの池を巡る観光客が多く、一つだけ離れた位置にある。 出口地までを巡る者は少ない。また、あまり目立たない、鏡池、勝負地などを省く観光客もおり、そちらも、比較的に人手が少ない。歴史は、浅いが毎年8月8日には、守護神の八大竜王を祀る、八海祭りが模様される。しの八海はその名の通り、以下の八つの池のことを意味する。人口の池については、不死人口の池を参照。中池。 押野八海の角池よりにぎわっている。針の木林資料館の池押野八海はその名の通り、上記の八つの池を指す。周辺には、その他にも人工の池が存在している。土産物や押野八海池元の脇にある中池は、旅館のテニスコートであった土地を池に造成したものである。同様に、針野木林資料館敷地内の大型の池、鯉の池も、 人工池であり、これらは比較的規模が大きく目立つ上に、押しの8階の中心部に位置することなどから、多くの観光客が押しの8回を構成する池で、あると誤認してしまう傾向がある。押しの村では、マップ等でこれらの池は、個人所有の池で、押しの8階とは異なることを注意喚起している。周辺地域の開発や土産物屋などの増加、人工池の増生によって、 環境破壊が進み、水質の悪化や、流水の枯渇が起きる、可能性があるとの指摘もある。水車小屋の水は、誘致内部より組み上げられている。そのため、誘致の湯水量は激減し、2003年に池の縁が一部崩落した。また、井戸水を水源とする中池の水が、直地に流入するようになったため、直地の状態が著しく変化した。また、 中国人をはじめとする観光客が一気にコインを投げ入れることによる水質悪化などが問題視されている。押野村が1995年以降から毎年秋に有致の水を使って水質調査を実施しているが、毎年のように大腸菌群が検出されるほか、化学物質テトラクロロエチレンも検出され、名水存続の危機が叫ばれている。ただし、 これらの検出結果はいずれも汚染が疑われるほどのものではない。なお、化学物質が検出される理由は不明であり、周辺環境の変化とのつながりがあるのかどうかも不明である。推しの子に関するカテゴリー、ありがとうございます。